よーかしっこちゃんこんばんは、タイポンです。それではウィニングレブ2019タイポンビカムアレジェンドやっていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとね、前回はね、もう不快ないような感じで、ちょっとまだ全然慣れてないっていうのがあるんだけど、まあちょっといろいろね、ひどい感じだったんで、今回は、ちょっとコンピューターのレベル下げて、ちょっとまず慣れよう、そして点を取る、そこの感覚、そしてどういうふうに動いたらいいか、そういう感覚をまず身につけるために、最初はちょっとまあこれプレシーズンってこともありね、はい、ちょっとそういうことをまず身につけていこうというところなので、日程進行でじゃあいきますか。スタンダードにしました。とりあえず相手のレベルは点取りたいからね、まず、はい、行きましょう。キックオフでさあやってきました、カーディフシティバレンシアですね。バレンシア、ちょ、強豪続きじゃないか、なんかちょっと格上続きすぎないか。タイポン頼むぞ。あ、じゃあこういうのはもう飛ばそうか、もうこれ一個一個見てたらちょっとキリねえから。 OK、 行くぞ。とりあえずさこの間よりもコンピューターのレベル自体はあんま強くないから、タイポンにパス、 OK。 そしてこパス、おいいいね、いい、まあ、ゲームっていうのはもう楽しまないと意味ないから、おい、それ無理だろ。まあ、ウィーディングイレブンのエアはすごい賢いからね。賢すぎても良くないっていうのもあるけどね、ぶっちゃけ。まあ、でも、ビカムアレジェンの時は、それはいいかも。いや、それ無理だな。身長低いからな。やっぱそこは競り勝てない。来た！いいね。タイポン、パス OK。ほら！いや、惜しいね。いいね。どうするどうする、オッケーオッケー。あ、スタンダードぐらいがちょうどいいかもな、マジで。これでもう、なんかさっきまで1試合に 1本ぐらいしか、あ、これまずい。いけるんじゃないの、いや、強引すぎた。ニアコン、ニアコン。いや、むず。はい、来た、タイポン。あ、これぐらいがちょうどいいかも。FIFA やってる感覚と同じになってきた。来た！いやー、惜しいね。まあ言ってバレンシアちょっと、はい、来た、タイポン。はい。いや、いい。思ってた通り。その、そこにパスしてって思った。ホイレット。ホイレットとか懐かしいな。今、カーディフいんのか。ホイレちゃん。いや、いいね。ほい。いいパスじゃんじゃないの？素晴らしい。素晴らしい。いや、素晴らしい。待って。これタイポン、タイポン、タイポン。絶対タイポン。え？ないわ、それは。絶対タイポン。ワンタッチ！くそ。あれ、ああいうゴール決まんないか？ウィーデは。え、これオフサイドないよね。いや、待って。待って、このゴールはあるかも。ちょっと相手のなんていうのミスというか、怖っ。怖っ。ちょっと怖いな。試合中のタイポン、ちょっと怖いな。ここ上手かったけどね。これ相手じゃ、ちょっと自己ゴール めあれしたけど、狙ったけど。無理でした。さあ、こう、勝つぞ。タイポン、タイポン。来た。ダメだ。あ、いいね、いいね。来た、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 来た。おー、危ない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 。おい、よし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 。来た、来た、来た。タイポン。あ、いたー、やったー。いや、普通やっぱゴール取んのはやっぱいいわ。ちょっとやっぱプレスがやっぱ緩いね。コンピのレベルが弱いから。でも初ゴール。でもこれぐらいがちょうどいいかもな、今のところ。とりあえずは。いや、いいね。もうちょっとあそこが上手くなれば、ああいう風になんか自己中プレイでいけそう。OK, OK, OK。ってこれ思ったんだけどさ、ウィーニングルームさ、俺結構オンラインやってて、甘いクラブで割となんか終了間際に点決められるんだよね。俺これエフェクトあんのかなって思ったんだけど、どうなんだろうね。なんか一応あるみたい、あるっていうのは聞いたんだけどね、その終了間際とかのそういうエフェクトが。ただ強くはないと思うけど、はい。パス要求がやっぱね、罰じゃないっていうのがちょっとね、なんか直感的じゃないんだよな。 OK、 いいね。これとかもちょっといけんじゃないの、もしかしたら。やっぱこれのやっぱプレスが緩いから、うまっ、今ちょっとうまかったな。ファウル、
危ない状況でしたからね。これでも一応ここの、このここうまかった、これ今のポーンってやつ。うわ痛そう、うわ蹴ったの、お腹、お腹蹴ってた今、ひでえよ。タイポン、これタイポン使おうぜ、これタイポン、タイポン使おう。おいおい、マジかよ、入ると思わなかった。来た来た、ヘニョ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 パフォーマンス。入ると思わなかったこれ。あ、この形いいね、うまい、いやめちゃくちゃうまい、コースもここしかない。いやいいね、ちょもう一点決めよう、強くしよう。ちょっとさすがに3だと弱すぎる説あるかもな。 OK、 タイポン行こう、走ろう。タイポンって聞こえんだよね、タイオって一応言ってんだけど、実況が完全にタイポンにしか聞こえねえ。いやー惜しいね今の。 OK、 タイポンに行かない。さあバレン、まあ言ってバレンシアもこれガツガツ来るでしょ。バチュアイとかちょっと怖いな。プレスプレス、 OK ナイス、 OK ナイスクリア。ガチクリアじゃん。あ、バチュアイ気をつけて、危ない。 OK OK いいよ、とりあえずちょっと俺はもう棒立ちしてるわ。いやこれ競れるか、意外と勝てるんだな。いいねいいね、はい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 。いや、これ追いつく？追いつけないんじゃないの？タイポン。いけ！がー、無理か。タイポン。いいね。いやー、ちょ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 。あ、まずいよ。オッケー。はい、いいね。タイポン走ろう。タイポンちょっと走ろう。オッケー。ラインブレーカー、あ、これあるかも、ワンタッチ、はい、タッチ、うわ完璧。オッケーオッケー、おいおい、取られた、掴まれた。あと、いや、スタンダードちょっと弱いのかもな、もしかしたら。バレンシア相手に3点取れるってことは、でもまあいいね、なんか感覚をこう掴めるからね、こういうことに、こういうことやることによって。これでもこれこれぐらい点取れた方が面白いわ、ぶっちゃけ。でも自分が楽しい方をやろうやろう、まあ、このスタンダードか1個上かぐらいでちょっと調整しようか。あまりにも強くなりすぎたらちょっとつまんなくなるから。 OK、 ありがとうバチアイとね。あ、今悪口言え、悪口言え。タイポン、ハットトリックの大活躍、いいっすね。ハイライト見ようか、とりあえず、はい、まず1点目ですね、タイポンの。これうまかったね、うまかった。ちょ、自分でうまくいったなと思った。 OK、 そしてじゃあ2点目どれだ。そして2点目、これもいいな。結構好きだなこういうゴール。そしてハットトリックですね、タイポンも。タイポンのバーンだよね、違う、これじゃない、これか、こっちか、バーン、ね、素晴らしい。インターナショナルカップ順位表上がりましたね、1位。インターナショナルチャンピオンズカップ NA は全試合終了しました。最終結果3位でした。エージェント国際親善に向けて日本の代表名も発表されている。残念だが君は招集会だったよと。あー、マジっすか。それはまだ呼ばれないよな、さすがに。これプロフェッショナルにしよう。なんかいい、いいなこれ。コンドグビアとタイポンがなんか、じゃんけんしてるところ、試合中に。全然見たくねえよそんなの。今日の試合はスターティングメンバーに登録されてる、しっかり頑張ってほしい、ありがとうございます。じゃあ次はアウェイでサウサンプトン、これじゃあリーグ戦が始まるってことですね。じゃあ試合進めていきましょう、キックオフで。イングランドリーグ、サウサンプトンベースカーディフシティ行きましょう。吉田は出て、あ、吉田出てんね。吉田とタイポンのじゃあなんかマッチアップ見れるってことこれ、最高じゃねえかよ。飛ばそうか、ここら辺は。さあ決めるぞ。ちょっと守備的にいってんな最初、なんか今見たけど。おしおしね、タイポン、いや追いつかん、それ追いつかんよ。とりあえずなんかタイポンはでもフォワードだからワントップだからね、ちょっとここら辺を漂う感じで。はい、いいね。とりあえず点は決められないで、怖いよ、危ない。オーケー、ナイス。さあタイポン、ポーン、いいね。
タイポンにパス、OK。分かってんね。吉田とマッチアップしたいよ。来たかも、来たかも、来たかも、来たかも。おい、吉田とのオーラ、来た。いやー、さすがに無理か。タイポン。いやー、惜しい。タイポン使ってほしかったけどね、正直。ここはちょっとタイポのスピードで行ったけど無理でした。オッケー、回ってきたね。はい、ちょっと冷静に。いや、いい、いい。はい。え、どうする、どうする、どうする。いや、無理だな。ちょっとFIFAみたいにいかねえな、ここはさすがに。ここはちょっとさすがにそんなうまくいきませんでした。あれ狙うのやめよう、もう。いや、無理か。さあ、カウンター行こう。タイポン。戻して。いいよいいよ。はい、こっち。いや、神。神、神、神、神。いや、これ決めるでしょ。キーパー強。嘘でしょ。はい、パス。パス重要だな、マジで。めちゃくちゃパスよ。ドリブルよりも全然パス重要だから、マジで。いや、無理か。ちょっと、今の強引すぎたな。いや、前半終了か。後半だな、とりあえず。シュートは打ててる。シュートは打ててる。あの、プロフェッショナル、このスタンダードの上ぐらいがちょうどいいかな、もしかしたら。これぐらいのコンピの強さが。決まるか決まらないかの、ハラハラ感。大量得点か。まあ、それはちょっと臨機応変に変えていこうか。いや、いけるぞ、これ。いや、いけるぞ。そんな甘くていいのか。オッケーオッケーオッケー。いや、やっぱ入んねえな、点は。なかなか。キーパーが強い。いや、待て。いや、うまい。ほら、どうだ。くはー。惜しいね。はい、タイポン。ほら。いや、通る、これ、意外と。はい。いや、ひでえ、マヤ。マジかよ。カードだろ、これは。これ、厳重注意、厳重注意。ふざけんなよ、マヤ。タイポン、お前、日本代表の未来を担う男だぞ。それに、おい、ファール？またファールかよ。なんだ、なんだよ、マヤ。もう、これ、イエローだろ、2回連続は。あ、マヤじゃねえのか。注意注意、しっかり注意して。こいつら危ねえやつらだよ、マジで怖えよ。タイポンどこにいんの？タイポンどこにいんの？タイポンいないんだけど。タイポン変えられたわ。あれ変えられちゃったよ。カーディフ勝ちましたね、 1-0 で。まあ、これは嬉しいな、普通にチームメイトとして。タイポン 6.0、 まあ悪くないんじゃないか。アーセナルとマンチェスターシティ、アーセナル勝ってんだけど。リオネル・メッシがヨーロッパ年間最終選手賞を受賞。ああ、これはバロンドールってことなのかな？年間最終選手賞ってことは。ああ、めっちゃ嬉しそうだな。ヨーロッパ年間最優秀選手2017、第1位。464分はメッシ、すごいね。クリスティアーノ・ネイマールと。はい、それでは次アウェイでバンリ戦ですね。じゃあ試合進むでいきましょう。はい、もうタイポン選ばれてるんでね。キックオフ。さあ、バーンリー VS カーディフシティですね。来ました。おー、スマホ持って写真撮ってますね。勝手に撮んじゃねえよ、バカ野郎。取り上がって、試合に集中しろ。OK、じゃあ、タイポンが今、ブチ切れたところで、行きましょう。ちょっと本気で行く。点取り行くぞ、点を。点を取り行くぞ。タイポン。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。イングランドリーグ第2節、来た来た、パス、いいね。サイドをご紹介しましょう。どうしようか、パスが重要だな。あんま一人でガツガツ行くっていうよりはパスで、パスパスドン、パスパスドン。はい、頭の中にしっかり刻み込め、パスパスドン。まあ、でも行けるとこはちょっとドリブルでも抜いていきたいけどね、やっぱり。いいねいいね、カマラさ。はい、タイポン。いやー、じゃこれパスだね。すぐさまパス。いけるんじゃないの？いや、惜しいね。はい、タイポンにパスいいんじゃないの？これ。オッケー。サイド。いや、いい。わかってる。はい。
簡単に決めてく。いいね。さあ、スマホよこせ、スマホよこせ。はい、いいね。自撮り。これいいよ。ツイッターとかインスタグラム上げていいからね、これ全然。はい、どうぞどうぞ。返します。ありがとう。やったーよしよしよし。これ結構入る臭いな。ビカム。はい、いいね。パーン。素晴らしい。いいゴール。じゃ、積み重ねていこう。得点を積み重ねていきましょう。あ、いいね。取られんな、取られんな。はい。冷静に戻してパス。はい、戻す。タイポいいね。おーっと、これ、通ると思わなかったな。はい。いや、ゴミパスだったな。ちょ、ずーっとバンリの、なんかボール持ってるわ。めっちゃ回してくるわ。もうさっさと攻めんなら攻めてくれ、もう。頼むから。タイポン、走る。まあでもタイポンもちょっとやることないから、ディフェンスはもう、見てるだけというか、四角プレスを押すぐらいで、見てるだけです、ほとんど。いや、いいね。二人で崩しちゃおうよ。いいね。はい、このパスどうですか？しっかり使って。いや、どうすんの？これあるよ！いやー、これで決めたらかっこよかったな、今。さあ、もう前半は終了しますね。とりあえず。OK。後半、もう一点欲しい。もう一点決めたい、後半に。大丈夫、変えられたりしないよね。OK、OK、OK、OK。69番がね、めっちゃ似合ってるわ。はい、タイポン、パス。いや、空いてたのか？ OK、マイボ、マイボ、マイボ。とりあえずマイボですからね。はい、タイポン。はい、タイポン。どうする、どうする。戻して。そうね、あんまり無理しないことが大切。いやー、惜しい。狙いは分かってたよ。さあ、タイポン。タイポン使って。いや、いいかも。無理か。取れ。ナイス。はい、いいね。しっかりチームに貢献していくよ。ほら、神でしょ、今の。今の完璧でしょ。はい、ペラ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 。いいね。はい、ここ、ポン。ここにパスで、後ろと使って、ここ、あえてこれ、ポン。はい。完璧。これはちょっと上手すぎじゃないか。これだな、理想は。こういう崩し。うん、ドリブルなんかグイ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 っていくよりかは、こういう風に崩した方が、入る。で、バーニョキープ、あれか。あれか、ポープか、ポープ。タイプ、ハットトリック目指そう。あ、これいけるいけるいける。いやー、惜しいね。まだまだある、まだある、まだある。とりあえず中いるわ、タイプ。え、マジ？そんな来る？それは無理でしょう。さすがに。あー、やばいね、これ。決められそうな雰囲気あるよ。よし、ナイス。オッケー。タイポン、タイポンで勝利を。ハイライト。とりあえずタイポン1点目。ホイレットからのアシストか。いや、これうまいね。うまい。そして2点目。またこれもホイレットだったんだ。ホイレットともしかしたらこれいいかもしれない。連携が。え、ウエストハム。ウエストハムがシティに3対0で勝ってんだけど。シティどうした？イングランドリーグの月間ベストイレブンが発表されました。はい。タイポン選ばれてる。マジか。ホイレットとともに。あ、まだレイングってやつも選ばれてるわ。メンデスレイングってやつも選ばれてる。素晴らしいね。いいね。イングランドカップ開幕。これイングランドカップって何なんだろう。FA カップなのか、カラバカ、カラバス、なんだっけ、なんとかカップがあんだけど、それかどっちなんでしょうか。はい、ということなので、この監督信頼度ってやつが、さっきまでね、多分 47% とか、それぐらいだったんだけど、57% ぐらい上がってるので、まあ、これが 100% になればもう絶対スタメン、そして交代もさせられないみたいな感じになるのかな、わかりませんけど、まあ、とりあえずちょっとこれからもね、やっぱフォワードなんで、得点いっぱい取って、チームの勝利に貢献できたらいいなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画がと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら。あ、ように。あ。